は素晴らしい祝日となった。ミオ、我と共に時代を担う新たなる帝国五星がここに勢ぞろいしたのだ。五星は有能ゆえに多忙だ。こうして新時代の五星が全員一同に揃うなどしばらくはないだろう。目に焼き付けていってくれ。紹介していこう。五星筆頭ヨアヒム・ローグナイト。ヨアヒムは全てを兼ね備えた帝国の誇り。もはや語る言葉すら不要だ。皇帝の盾エスクド・パガン。代々帝を守護したパガン家だが、我が皇帝になったことで盾も若きエスクドになった。彼女は我と幼い頃からずっと一緒に育った永遠の友でもある。大点検士アレクサンドラ・アルバーン。アルバーン家の跡取りにして時の点検を自在に扱う天才だ。彼女に勝てるものなど我は想像できん。説明でも少し触れていたが、パガンとアルバーンは二人の父親が五世だったが、若き皇帝が即位したことで五世も若き時代に切り替えたのだな。ローグナイト、アルバーン、パガン、御三家とはいえ三人とも聡明にして才気冠発、実力が伴っている。
皇帝の言葉を。あのマントは五星の証か。くえ、かっこいいじゃんか。おだてても何も出ないぜ。もう まずは伝統ある御三家からの紹介というわけだ。ウルシュラ、ここからお前が目指す戸様枠だぞ。天魔族との最前線で戦い続けるダミアン。頑強なだけではない、兵器の知識も豊富だ。今皆が平和であるのは彼のおかげだ。において隙はなし、完璧なるラストカーネイジ。やあ、ラスト様。あいつも五星だけあって強いな。見ればわかるぜ。来年は長きにわたり帝国を苦しめてきた天魔族との戦いに決着をつける年となる。我と五星は修羅の男女どっちかと思ったら女か。ラスト将軍は女性だけど女性のファンが多いんだ。身近で言うとフォルも結構なファンなんだぜ。よっせ、人が多いからスレに気をつけろよ。シャオン君かな、なんてからかうお姉さん。シャオン君、スリには気をつけないとダメだよ。